藤田文武君、はい、委員長日本維新の会の藤田文武でございます。今国会からですね、農林水産委員会に異動になりまして、私もいろいろ情報収集のためにですね、農林水産省のツイッターをフォローしてみました。で、実は結構面白くてですね、各地の名産のレシピとかが載ってたりしてですね、興味深いなと思って、見てたんですけれども、実はフォロワーが12万7000人ぐらいって、結構すごいなと思って見たんですが、私この先国会までは厚生労働委員会におりまして、厚生労働省はですね、85万人ぐらいのフォロワーがおりまして、これコロナもあってこう注目度が高いのかなと思って見てたんですが、一応他省庁をちょっと見てみると、文科 外務でも41万フォロー、それから経産省でも31万フォロー、環境省でも32万、財務省という、あんまり国民に直接なじみがないところでも23万ぐらいいてですね、消費者庁なんかでいうと倍以上の28万、で中小企業庁が一緒ぐらいの11万ぐらいだったんですね。何が言いたいかというとですね、広報ぜひ頑張ってほしいというふうなことなんですが、内容自体もさることながら、この若い世代に、農林水産業、この豊かなこの資源のあり方とかをですね、もうちょっと興味を持っていただくという手法の中でも、ぜひ、取り組んでほしいなということを、ちょっと最近思いましてですね、一言激励したいというふうに思いますんで、頑張ってください、それでは、法案について入っていきたいと思います。改正業法とセットでですね、本法案は、この資源管理が強化される中で、適正に漁業者が市場で正当評価されるために、必要なものというふうに私は認識をしております。その中でちょっと通告でさっき同様の趣旨の質問があったので一つ飛ばさせていただいてですね、この制度を導入している諸外国との連携について、特に EU 米国との連携についてお伺いをしたいと思います。水産物が流通過程でチェックする具体的な項目、いつ、どこで、誰がどのように生産加工流通したかという情報の様式を、統一、またはこう共有していってはどうかという問題意識がございます。EU や米国はすでに IUU 漁業由来の水産物の輸入を、流入防止する制度を整備しておりまして、現在、行き場を失った IUU 漁業由来の水産物が、世界第3の輸入市場である我が国に、フリーパスの状態で流入してくる可能性が高いというふうにも言われておるわけでございます。日本が IUU 漁業水産物の輸入を流入防止するということは、我が国にとっても、そしてその他の諸外国にとっても大きな意味がありますが、もしここでですね、日本が安易にEU や米国との様式や情報共有の方法がかけ離れていた場合、独自設定などをしてですね、かけ離れていた場合にですね、輸出国政府や輸出業者にそれを求めてしまうことがあるようなことがあれば、輸出国政府、輸出業者は日本に輸出するためだけの余計な手間が増えてしまうということも懸念されるわけでございます。日本にとってこの輸入のハードルを不用意に上げるということにつながる恐れもあるわけでございますが、この世界の三大市場が調整し合ってですね、同じ様式を用いるようになって合理化、効率化してですね、生産流通の現場に不要な負担をかけずに、すれば問題の解決に大きく貢献するのではないかというふうに思うわけでございます。この EU や米国との様式の統一や情報共有についての、連携のあり方についてお答えいただけたらと思います。水産庁山口長官。お答えいたします。本法案では、海外からの違法漁獲物の流入を阻止する措置を講ずる観点から、特定第二種水産動植物を指定することとしておりますが、その際、すでに制度を実施しておられます EU や米国の制度も参考にしながら、我が国に適したものにする必要があると考えております。このため、外国政府機関等が発行する適正に採付されたことを示す証明書の様式や、証明事項などについても、すでにこの IUU 漁業への対策として、輸入規制を導入している欧米などの先行事例の実態調査を行い、また共通化、標準化できる部分は、
統一していくなど、法案の施行までに各国との連携も深めながら実効性のあるものにしていきたいと考えております。藤田君、ありがとうございます。細かい話なんですけど、これ、この現場でのスムーズさ、効率性を求める上で、これ、非常に重要な課題だと思いますんで、ぜひ前向きに検討いただけたらと思います。次にですね、情報管理における電子化の推進についてお伺いしたいと思います。効率化を図り、改ざんを防ぐ、そして事業者の事務負担を軽減させるためには、国内流通、輸出、輸入のすべてにおいて、生産や流通における情報の報告や伝達を、いわゆる中央データベースのようなもので、電子管理を行う仕組みを整備すべきという課題意識がございます。その導入にあたっては、事業者への支援の体制づくりが欠かせないことは言うまでもありませんが、このようなですね、そのデータベース化、この ICT 管理についてですね、十分な予算をつけて、この社会に実装していくということが、これからのデジタル化の社会の流れにも求められていくことだと考えますが、これは事業者の負担軽減のみならず、貿易事務の円滑化や、不正の検証コストを低減していくという効果もあると考えますが、この点についてご見解をお聞きしたいと思います。池田政務官。我が国の水産流通は、産地市場と消費地市場とに分かれ、多くの事業者がその流通に関わるという特徴があり、市場ごとに独自の伝票等による取引が行われているなど、複雑な流通形態になっております。今回の水産流通適正化法に基づく伝達業務の履行にあたっては、取引における正確かつ円滑な情報の伝達に向け、ソフトウェア同士の連携等によるシステムの構築を推進してまいります。特に先行して電子化を進めている事業者もいることから、それらの取り組みを参考としつつ、各社が有している既存の電子システム間の連携に向けて、どのようなことが可能であるか検討を進めてまいる所存でございます。藤田君、ありがとうございます。施行まで時間がありますし、これこれからのデジタル化の流れの中で、効率化を進めていくには不可欠な議論だと思います。もちろん大きなコストがかかることですから、ぜひ前向きに進めていただきたいとは思います。続きまして、この制度導入後のIUU 漁業水産物の輸入排除の検証についてお伺いしたいと思います。IUU 漁業水産物の輸入排除は、輸入大国の日本としても重大な責任を負っているわけでございますけれども、今回の制度の導入後に、IUU 漁業水産物の輸入排除がどの程度効果的に行われたのかということは、検証をしっかりとしていくべきだというふうな課題意識がございますけれども、これ、どのように実施されるおつもりか、ご見解を、現時点でのご見解をお聞かせいただけたらと思います。山口長官。お答えいたします。この水産流通適正化制度の導入によりまして、違法漁獲物の流通が抑止され、その結果、違法漁獲行為が減少する効果を期待しております。この KPI につきましては、特定第一種水産動植物の密漁の検挙件数を半減させること、これを設定しておりまして、制度導入後は継続して検挙件数を調査していくこととしております。本制度の導入と生産段階の密漁対策も併せて実施することにしておりますので、これにより違法漁獲が減少するよう、しっかり取り組んでまいりたいと考えております。藤田君。ありがとうございます。やっぱりこう制度、私なんかこの前回の種苗法もそうなんですけども、この制度の変更によって、実効性がどう担保されるのか、その検証をしっかりと行えるのかというのは、非常に重要だというふうに思います。で、せっかくいい制度であってもですね、ちゃんと検証がなされて、でそれでダメであれば評価すべきだし、または変更を改善していくべきという観点から、どうしてもですね、政府が行うことで、この検証によって、ちゃんと微修正がなされていないんじゃないかなということが、どの政策においても課題意識でありまして、ぜひともしっかりとやっていただけたらと思います。続いてですね、トレーサビリティについて少し議論したいんですが、
取引記録を、この法案の趣旨の中にも、取引記録を追跡調査し、流通適正化を図るという、趣旨が明記されているわけでございますけれども、漁獲、水揚げから消費者までの流通を追跡調査が、今後、可能となるようなこの制度を目指しているのかという、質問をしたいんですが、政府からもですね、2018年の規制改革実施計画においては、資源管理の徹底と IUU 漁協の撲滅を図り、また輸出を促進する等の観点から、トレーサビリティの出発点である漁獲証明にかかる法制度の整備を進め、必要度の高いものから順次対象とするとともに、ICT 等を最大限活用し、トレーサビリティの取り組みを推進する。また、19年には同じく規制改革実施計画におきまして、輸入水産物のトレーサビリティの出発点となる漁獲証明制度の創設に向けて必要な措置を講ずるという、このトレーサビリティというものも、一定意識されたこの方針が出ているわけでありますけれども、本法案はこのトレーサビリティを目指していくものの入り口として捉えてよいものか、現段階 のご見解をいただけたらと思います。野上大臣。はい、本法案によりまして、特定第一種水産動植物につきましては、漁業者等が付与した漁獲番号をこの事業者間で伝達をして、それに関する取引記録を作成および保存することが義務づけられているわけであります。また、密漁品のですね、混入等の疑義案件が生じた場合には、行政機関が関係事業者に立ち入り検査を行って、取引記録に記載された漁業番号を確認することで、この流通経路 の追跡調査が可能となるということであります。これによりまして、国内で違法に採捕される恐れが大きい水産動植物の国内流通について、密漁品の混入が疑われる場合は、問題の発生源の把握が容易になると考えられると思います。藤田君。本件、ちょっと昨日議論したんですけれども、事務方の方と議論したんですけれども、要するにこの、違法なんかを追跡できるという、どちらかというと、この生産者側からのニーズによって追跡されることは進むでしょう。しかしながら、これ、世界の潮流として、この消費者側から消費者側からの観点から見るトレーサビリティっていうものが、必要度が増してくるということがありますし、今後、輸出戦略を拡大していくとするならば、このトレーサビリティの考え方っていうものは、避けては通れないかなというふうに思います。そういった意味で、失礼しました。そういった意味で、やっぱりこの ICT の技術をしっかりと活用して、一旦は、初めの導入時には、その現場の方も慣れてもらわないといけなかったり、負担があったとしても、その中央データベースによる一元管理だったりとか、電子管理をですね、最適化していくことが、中長期のやっぱり日本のこの水産業の発展に必ず寄与するんじゃないかなというふうに私は思います。ぜひともそういう観点からも、こういうデータベース化やトレーサビリティの体制整備っていうものに取り組んでいただきたいというふうに思います。続きまして、ちょっとやっぱりこれには触れたいなと思いまして、大和隊の話が今、日本海大和隊の話が話題になって、最近ここ数日でも報道が結構出ているわけですけれども、中国漁船の違法操業が大和隊に退去してきていると、でこれ、数年前からですね、北朝鮮籍 の漁船が違法操業の問題はかなり深刻になってまして、この海上保安庁、そして水産庁の取締りに対して、銃での威嚇等を含めた、違法操業が行われてきたわけで、これは水揚げの激減等に、イカに代表されるような水揚げの激減につながっていて、これは相当深刻になってます。で、報道ではですね、それが今年になっては、中国漁船がすごい増えてきていると。で、水産庁の退去警告の数値を見てみるとですね、中国は昨年は1115隻だったのが、今年の5月時点で4035隻、北朝鮮籍は昨年、
4007隻だったのが1隻ということで、まあ、いわゆるこの北朝鮮が中国に置き換わっているというようなことも認められるということ で中国漁船は、まあ、北朝鮮の数倍の規模大きさがあるということで、まあ、いわゆる密漁規模も大きいわけでございます。で、あの報道によりますと、この北朝鮮の漁業許可証密売によって中国漁船が取得した上で、まあ、そういうようなことをやっているということもまあ出てまして、でこれはあの政府の対応が後手後手であるというふうな批判もあの各所でまあ出ているわけでございます。これはあのもちろんこの農林水産省を所管する水産庁だけの力ではもちろん無理なことはまあ分かってますし、今日の委員会ではまあここぐらいまでの質問しかできないんですが、これまた改めて時間を取ってやりたいですが、この海上保安庁や水産庁、そしてまあ外交努力によってしっかりとこれを抑止していくかないと、まあ、これも止めどなくこういうことが増えていくわけでございますが、まあ、この問題に対しての水産庁のまあご見解と、まあ、どういう役割を水産庁としては担っていくかということをご答弁いただけたらと思います。葉梨副大臣。あのご指摘のとおり、あの大和堆周辺水域についてはあの水産庁といたしまして、本年3月に新造の大型漁業取締船2隻、まあ、これをあの就航させて、イカ釣り漁業 の漁期が始まる前の5月から、これら2隻を含めて、同水域に重点配備をして、取り締まりに当たっております。また、先生ご指摘のように、あの海上保安庁との連携強化というのも、まあ、水産庁だけではなくて、大変大切でございますので、漁業取締り船と巡視船との配置の見直しなどを行って、連携強化を図っているところでございます。まあ、さらに、大和堆以外の地域ブロックでも、連絡会議を定期的に開催して、海上保安庁との連絡、連携強化を図っています。さらに、令和3年度においては、新たに2隻、1隻は2000トン、1隻は、2000トンでございます。1隻は499トンから900トンに大型化して更新するわけですが、の大型漁業取締船を就航させ、まあ、さらに関係省庁との連携を強化していきたいと考えています。藤田文武君。今日はちょっと総論としてお聞きしたんですが、まあ、本件については、まあ、安全保障上も非常に重要ですし、この、まあ、水産資源、漁業資源の枯渇につながる、まあ、有識問題でありますから、まあ、水産庁の、まあ、いわゆる権限範囲というものも、まあ、もちろんあると思いますが、これは政府一丸となって、まあ、国民一丸となって、これ、抑止していかなければならない問題であると、まあ、思いますんで、ぜひともしっかりとやっていただけますようにお願いを申し上げます。ちょっと一問、まあ、同じ趣旨の、質問がありましたんで、もう割愛させていただいて、今日はこれで終わります。次に玉木雄一郎。